はい。拍手お願いします。で、えっと、こういう考え方に慣れてくると、実はこれは同じクライアントさんが出してるケースなんですけれども、えっと、面白そうなので、勢いでローカルラジオのパーソナリティを引き受けてみたけれど、まあ、こういうことやると自由に飛び回りすぎるっていう <laughs>、あの、まあ、ことになると思いますけど、はい。面白そうなので、勢いでローカルラジオのパーソナリティを引き受けてみたけど、何を誰に伝えたい、話したいのかまとまってないので、整理したいと。 でえー、っとねあのいやいやでこれをどうやって見るかっていうことなんですかねあこれ登場人物何人いますかっていうことなんですよでえっと面白そうだそういうふうにねあの分けて考えるっていう癖がつくと面白そうなので勢いでローカルラジオのパーソナリティを引き受けて見たっていうこう自分がいますね。それからこれがだから一番ね。 で何を誰に伝えたい話したいのかまとまっていないので整理したいって言ってる自分がいてこれは全然別のエネルギーじゃないですか面白そうだからって「はーい」って引き受けちゃう人とそれからあのちゃんんんととなんか整理したいいいっていう人と2人いるんですよであの今のところなんかこの「はーい」って引き受けちゃった人のエネルギーだけでやってるからこっちの自分がちょっとまずいんじゃないのとこう言ってるってことなんですで変な話なんだけど1番しかいない人がいるんですよ。 一番しかいない人がいて要はこの人からしたら面白そうだから勢いで受けちゃうでやっちゃうのも勢いでやっちゃうわけじゃないですかでそれでいいわけですよ全然でだからいつまでもこの二番が出てこないでもそれでも別にいい番組になる可能性あるじゃないですかなんかあんまり考えすぎるよりも勢いでわーって話した方が相手の人喜んでくれるっていうことだってあるわけだから別に一番しかなかったらそれはそれで悩まないで生きていけるかもしれないで一番がない人もいるわけですよでなんかいつかラジオ出たいなと思いながらも「うっ 何を誰に伝えたい話したいのかまとまってないので整理したいってでも分かんないっていう状態だったらあのいつまでも出らんないわけですよね。であのこの人はなんかまあそれ自体いいか悪いかは別にして2つあるわけなんです。であの2つあってこの2人がいるからこそ面白いことが起きるんじゃないかっていうことね。であのむしろ面白いことが起きるようにしてあげたいわけなんですよ。あんまりにも整理しすぎてこの人の勢いみたいなのが死んじゃうのも変だし。 ね、いやいいじゃんいいじゃんって言ってもこの人は多分当日不安になっちゃうんでね変だよねなんか生き受けるのになんか整理しないと不安になっちゃうんでねだからここも手伝うけどこっちのやっぱりエネルギーっていうのも持ちながらやれたらいいんじゃなかろうかっていうことなんですで、えっと、ただねその時にもうちょっとこういうふうに例えば考えるんですよ、えっと、要はやりたいっていう自分とちょっと待とうよって整理しようよって言ってる自分がいるであとは まあ、使うか使わないか分かんないけどこの人に、えー、っとこの人が引き受けて。 って言ってるんだから別に売り込んんんだわけじゃなないんですよねなんかこの人のこと面白いなと思って声かけててくれた人がいいるっていうことでですよねでその人にはその人の思いがあるしであのこの人の思いっていうのも多分この人は分かってる部分と分かってない部分があるわけですからでここに気が気がついたらなんか自分が何したいのかとかどうしたいのかとか何を避けたいのかとかなんかの、えー、情報がここにあるかもしれないっていうことですよね。で もう1個はこの人が言ってるように誰何を誰に伝えたい話したいのかであのラジオなんで相手の人がいるわけですよねで、えっと、自分が喋っててでそれを、まあ、どっかで聞いてるこうリスナーがいてでやっぱりこの人にちゃんと何かの価値を届けたいわけですからあの人はねあの2番の人はそれをしたいわけなのででじゃあこの,人この人が誰なのかで何を届けたいのかっていうことですよね。 でそれはやっぱりどこに答えがあるかって言ったらそっちの見つかりよとかな。でえー、っと一つはねこの人は別にラジオのパーソナリティ勢いで引き受けただけの話なんで別にラジオのパーソナリティにの仕事をしたいわけじゃないんですよ。であの将来どんな 仕事がしたいのか、まあ、コーチとしてなのかあの他の文脈でなのかどんな仕事がしたいのかそれは誰相手にやりたいのかで要は何の仕事をするのがこの人のキャリア上で重要なことなのかっていうことがあると1個はなんかここで誰に何を伝えるとかっていうことが意味があるのかっていうことが分かりますしもしかしたらあこんなラジオなんか実は出ても意味がないんだっていうことも分かるかもしれない。であの一番重要なのはここなんですよ。あの別に無理してラジオ出る必要ないんだもの。 で要はだしあの未来に役に基本的にはねこの未来が大切で,でここに対して役に立つから何か役に立つことをしていくっていうことが大切なわけですからあのこのことをそもそも何がしたいんだっけとかどうなるのがいいんだっけは押さえてあげると、まあ、ここで何がしたいかも分かるしで誰に何を伝えるのがいいかでこの番組自体に本当に出るのがいいのかどうかとかっていうことはあのこういうふうに分かるかもしれないわけ。 でえっとまあ、だしあそこに含まれてる価値観別にねあそこへのステップにこのラジオがならなくてもいいんですよ。要はあそこに含まれてる価値観とやっぱここにで生まれる価値っていうものが何かがつながるものがあったりとかやっぱり今まで大切にしてきたこととか今やりたいと思ってるあの大切にしたいと思ってることがちゃんと実現できるんだったらあのもしかしたらいい機会かもしれないからあのやってみてもいいわけですであの。だから実際にセッションをするとなったらキャリア上で何がしたいのかっていうポイントとそれから。 誰に何を伝えたいのかで伝わったらこ,のここで何が起きるのかっていうことでそれがちゃんと自分の価値観と連動してるかっていうことをチェックするであともう一個は呼んでくれた人にとってあのこのことっていうのがいい状態じゃなかったらただここを利用してるって話になっちゃうからそれも本人は苦しいはずなのでこの人にとってもよしねあの呼んでくれた誰だか知りませんけどこの人にとってもよしリスナーにとってもよし本人にとってもよしこの三方よしの状態をここで作るしちゃんと未来ともつながってるし。 でいうことがこう確認されていくと、あのなんか本人にとって必要なことが起こるセッションになるんじゃないかなね。でこういうふうに自分の中にはこの勢いのある自分、これを大切にしたいで整理したいという自分も大切にしたいでその教えに従ってこう整理する。でもそれがこのなんかいろいろやってみたい自分とかどんどん動きたい自分にとってもこう納得のいくものである。 あったらいいと思うし、誘ってくれた人にとっても好ましいものであったらいいし。で、あの、こういう空間の中で、じゃあセッションやりましょうってことになるわけですよね。で、だから実際にこれができちゃえば、あとは簡単なんですよね。ここに座らせて、で、あの、どうして受けたの？とか、どの番組やりたいの？そうなんだ。その先でどんなことが起こったらいいっここからもできるし。で、あの、これだっていいじゃんって、でも整理したい。自分っていうのは何のために整理したいの。のなこういう人にとってもみんなにいいことっていうのを起こしたいんだねって、じゃあ。自分がやりたいことは何？そうだよねって、あのこのラジオってどんな人が聞いてくれるんだろうとか、それから、この人はどんな。 対応してるんだろうとかでそれも踏まえた上でじゃあこの場でどんなことが話せたらいいんだろうねでこの人の立場に立ってみてで自分だから話せること価値があることって何だろうかでそれ話したら何が起こるだろうかこの人からしたら何が起こるだろうかっていうことをチェックをしていったらこういう問題が解けるようになりますよと、まあ、こういうことです。であのそののの時にやっぱりこの2つの自分を分をけて扱える ことだしそれからそれをちゃんとリソースとして扱えるっていう感覚があるとクライアントさんはあの自分でもねあの自分のことをそういうふうに見れるようになるっていうことね全体論的にクライアントがあの自分のことを見れるようになるということをあの支援してあげることができるようになりますよということです。じゃあちょっと感想タイムですどうぞ。